私も見てるよ。そうなん。こんにちは、クソバジンクの家、ようこそ。こんにちは、ジンです。はい、ということで、今回は皆さん、パチンボって聞いたことありますか？いや、もう最近まで分かんなかったんだけど、パチンボっていうのはその名の通り立ってる人で、立っててそこにおじさんとかが来て、なんかいくらでどうみたいな感じの、いわゆる体を売ることを言うんだけど、リクエストで今回めちゃくちゃ多くって、今回はうちが女の子の状態で女の子として実際に新宿のその立ちんぼって言われるところがあるので、今からそこに行って実際に立っていきたいと思います。めっちゃ怖いんだけど。だから多分普通に立ってたらナンパみたいな感じで声かけられて、いつものナンパとはまた別で値段交渉から多分始まるらしくて、めちゃくちゃ緊張してる。怖い。本当に緊張するんだけど、でも今日せっかくねここに来たんで頑張りたいと思います。実態を調査できたらいいなと思ってるのと、せっかくやるから町 YouTuber なんで、どこまで値段を上げれるか挑戦したいと思います。イエイ。だから100万ぐらいまで頑張りたいなと思います。絶対無理だけど。ってことで早速行ってみよう。ということで今からそっちの方に早速向かいたいと思います。緊張する、めっちゃやばい、お腹痛くなってきた。でもうちがそこに立った瞬間みんな群がってくるんじゃん、男どもがよ。バカ野郎、許そう、怖い。いちご、いちごは無理。え、いちごは無理です。いちごは無理です。歳いくつなの？え、今20歳です。もっと調べたりしない？もっと調べたりしない？違う、さすがに。え、あれ、ちって言ったらいなくなったんだけど。え、探しますか？あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。探してみますか？まあまあ探してない。まあまあ、うん、どんな感じです？1.5 とかそういう感じですか？あ、いいですか？ちょっと少ないかも。あ、もっとマスク、マスク、マスク、後ろ見てる感じ。でも下すっぴんですけど大丈夫です。こっち向いてるです。じゃあ顔、なるほど。いくらぐらいがいいですか？え、でも最近10。はい。え、10ですか？10で考えるくらい。マジですか？どういう内容でですか？どういう内容、希望ですか？逆にどういう感じで？希望聞きたい、逆に。おいくつですか？今10、あ、私20歳になりました。違う、実は18未満。いや、それはない、それはないです。10はめちゃめちゃ可愛いですけど、10はない。先生、じゃあまたの機会で。ですか？ありがとうございます。すいません。10で20歳。いや、それはちょっとあれですね。立った瞬間にもう2人目来たんだけど、10万って言ったらめちゃくちゃ悩んで、渋々考えてどっか行きました。2だったらいけない。2だったらいけない。2だったらいけない。10万プロなの？え、プロなプロです。10万。いや、難しいです。いや、今こっちすっぴんなんで。それってなんで10って言ったの？初めてやるの？あ、そうしたこと、はい。まあ、またちょっとまた考えてください。え、本当に言ってんの？いや、でも顔見せて、ちゃんとそれは必要だね。一旦ちょっと考えていいですか、私も。うん、でもちょっとだけ顔見せて、そしたら向こうに離れたこと顔見せて
一旦考えます。ちょっとすいません、俺も考えます。何万年前から戻ってきたら戻ってこれるじゃん、考えとして。まあ、一回ちょっと後でいいですか。どれぐらい後がいい。まあ10分ぐらい。はい、はい、お姉さん一緒に遊んでる感じ。うん、お姉さん一緒に遊んでる感じ。うん、何なんかそういうのあんましたことなくて。うん、まあでも最低10万あ、そうだねかなって感じ。あ、まあ、うん、はい、10万って言った瞬間行けました。やっぱさ、ここだとさ、相場がさ、多分 1.5 なんだよね。はい、あ、大丈夫です。どんな感じ、どんな感じですか。安いですね。普段この辺来ない。来ないですね。そうですね。はい。他のとこ行って。いや、普段全然そういうのしてないです。そうです。うん。そういうとこってやってないです。うん。はい。経済とかそういうとこでやってるけど。うん。この辺だとこのくらいの人がいますか。そうなんですね。じゃあ違うかも。すいません。ありがとうございます。はい、遊び相手探してます。そうですね。どんな感じですか。どんな感じですか。逆にイチゴとか。イチゴってどういうこと。どれぐらいで考えてる。15万とか。15万。うん、20です。20歳。いくら。ん、金額いくら。いくら、逆にいくらで希望ですか。1とか。 1で何ですか。1だもん、それは無理ですね。最低いくら。最低5ですね。うん、こんばんは。いくら逆に。いや、相場が分かんなくてさ。私も分かんない。あ、そうなの。え、初めてなんで。そうなの。はい、このどれぐらいなんだろう。え、2とかの1号とかどれぐらいだろう。さっきの人たちはそういう、そのぐらいでしたね。どれぐらいだったの。え、でも私は普通に10万。 10? ちょっと待って、もう難しいかも。ちょっと、もう限界なんだけど、どうしよう。How much? How much? How much? 逆に台湾です。はい、台湾です。うーん、 No, 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 no. 10万。12,000円。いや、No。10万。Sorry, thank you。 もうそろそろ戻っていいかな。怖くなってきた。ちょっと一旦、もしもし。もしもし。うん、はい、ということで、検証が終わりました。ちょっと待ってね、え、もう思ってたよ。本当に怖すぎて、ちょっと立った瞬間に、もう立って5秒くらいですよね。立って5秒くらいにもう必ずかけてきて、最初にやっぱイチゴみたいに言われて値段交渉が始まったんだけど、もうそれよりやばすぎて延々の回転寿司になってたから、もうやばいやばいと思って、1回抜けようと思って電話してるふりして、もうこう抜けたんですよ。そしたらずっと後ろからそのおじさん、さっきのおじさんがついてきてて、で建物の中入ったのに、建物の中まで階段までこうついてきこようとしてて、ちょうどカメラマンさんが、あの男性のね、スタッフのカメラマンさんが、あの一緒にいてくれたんで、なんとか大丈夫だったんですけど、
もうストーカーされました。やばくないですか？やばかったよね。めっちゃやばかった。マジでついてきてた。じゃあ本当に久々にこの恐怖体験をして、でもその人が確か自分10って言ったんですよ。みんな 1.5 とか言うから、え、10って言って、でその人はマスクも外して、じゃあ本当になんかいい感じだったらじゃあいいよみたいななって、その人が結局10万払うみたいな感じになって、ラーメン屋のとこ来て顔見せてそこでみたいに言われたりとかして、もう意味わかんないみたいな、もう怖かったんです。まあでも実際ね、そういうことは絶対にしないし、絶対にないのでノーなんで、ノー。でも頑張ったと思いません？めっちゃ頑張ってた。めっちゃ体張ったよね。張りすぎててちょっと心配になったぐらい。超体張ったよね。怖かった。でも、まあ、想像以上だったって感じです。実際立ちんぼっていうのはやっぱりあるし、こんなにも未知の世界だったから、こんな世界があるんやっていう状態で、まだちょっと頭が今ちょっと追いついてないんですけど、まあ、でも本当に危ないんで、皆さんは絶対に真似しないでください。そしてこういうねことをしないように皆さんは生きてくれたら嬉しいなと思います。エッチもしないから、絶対に。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。みんな絶対にチャンネル登録してね。コメントも全部読みます。以上、ジンでした。バイバーイ。はあ、怖かった。